はい、それじゃあね、今回は第1問のね、問3と問4をやっていきましょう。ね。まずじゃあ、問3番。問3番問題文読んでみると、原数分裂では細胞1個あたりの DNA 量の変化は体細胞分、体細胞分裂と異なる変化を、示すと。括弧1番。図1を参考にして、ね、図1なんか、さっきやりましたね。で、図1を参考にして、原数分裂での細胞1つあたりの DNA 量の変化を示した図として、適切なものを下記の A から A の中から、選択せよと。ただし、図中の横軸は時間、縦軸は細胞1つあたりの DNA 量としますよ、ということですね。はい、縦軸が、ね、縦軸、皆さん選択肢のところ縦軸書いてるんですけど、縦軸は DNA 量、DNA 量。あんまりアルファベット縦軸書くの嫌ですね。今思いましたけど、DNA 量。で、横軸が時間ですか？はい。まあ、1個ぐらい、その選択肢の中の1個ぐらいになんか書いてればいいんですか？縦軸、ね、DNA 量、横軸、時間とか書いてあげたらいいんじゃない？ね、そしたら見やすいかな。で、まあ、原数分裂のね、DNA 量の変化なんですけど、こんなの選ぶんじゃないんです。自分で書くんです。自分で書く。ね、自分で書く。はい、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 と、はい。ちょっとね、横が足りなかったね。はい、よいしょ。書くんです。自分で。自分で書いて、どんな風になってたらいいのかなって言ったら、あ、2で4で1、ね、こうなってるようなやつを自分で書くんです、ね、自分でね、自分で書いてやんね。もうこれかなこれかなこれかなじゃなくて自分で書いてやるんですよ、ね、2、4で半減して2になって、でそのままちょっと行ってから1に行くと、ね、半減して、ね、ズバッと縦に一気に半減して2になったり、ズバッと一気に半減して1になったりとかいう風にしてるね。ちゃんとこれ斜めとかになったらダメですよ。ちゃんとまっすぐ真下に置いてくださいね。ね、こういう図を自分で書いて選ぶと。で、自分で書いてね、どれが正解かなーって言って選んであげると、これどれですか？あーですね。あ、はい。あ、逆調。はい。次行きましょう。じゃあ、括弧2番。括弧2番は、原数分裂についての説明として、最も適切なものを下記の A から A の中から選択しようと。で、回答は一つとは限らないですよって書いてあるんですね。よいしょ。ってことで、まず、あ。あは、選択肢のあは、第一分裂の前期では、相同染色体同士が互いに平行に並んで対合し、二価染色体を作る。二価ですよね。ですね。二価染色体を作る。OK。ね、これ正解ですね。はい。原数分裂の第一分裂の前期で、二価染色体が形成されると、ね、相同染色体がありますとね。はい。ね、対合ってどんな状況かなって言ったらね、はい、対合、対合。ね。こんな感じですね。こんな感じ。で、これがどないになるんやったかなって言ったらね、これが後でね、防水紙とかのね、結合して、で、中期にね、赤道面に並んで、で、こいつらがウユウユウユってね、その後に後期で分かれていくというのでしたね。はい。よいしょ。ってことで、あはとりあえず、回答ですか。あ、これ縦に消したら、ここの黒板ダメだった。横に消さないとですね。はい。よいしょ。とりあえず、あは、ね、一つとは限らないって書いてありますかね。はい、括弧2のね、問題文に回答は一つとは限らないんですよって言われてますから、その後もね、しっかり読みましょうね。まあ、一つの場合でもしっかり読んだ方がいいんですけどね。よりね、注意して読んでいきましょう。はい。E は、第一分裂後期には、それぞれの相同染色体が分離し、両極に移動する。あれされ、さっき僕、中期って言いましたよね。はい。ってことで、E バツ。ね。じゃ次。うは、第一分裂が終わった後にも換気がある。ね。はい。これね、これはもう正直ね、知識でちゃんと持ってるかどうかですね。はい。これ、第一分裂が終わって、第一分裂ここまでですけど、ね。第一分裂の節目のところで書いてますか。第一分裂ここで終わりですけど、ここで終わって、で、その間に、その次にね、換気がある。ね。今書いてありますけど、換気ないんです。ね。これはもう知識でちゃんと持ってるかどうかです。換気ないです。ね。換気はない。ね。換気はない。あ、換気はない。第二分裂に。第二分裂にってことですね。第二分裂に。に。換気。は、ないと。よいしょ。第二分裂に換気はない。よいしょ。はい。この辺に矢印しておきましょう。ね。第二分裂に換気はないということですね。これしっかり覚えておきましょう。ね。黄色じゃない、白。ということで、うはバーツ。じゃあ次、
A は第二分裂が終わった後、第二分裂が終わった後、ここですね。娘細胞に存在する染色体数は、母細胞と同じである。母細胞で同じである。これは×ですね。あ、これは×、A×ですね。はい。さっき、僕、ちょっと待ってください。さっき、E ね、読み間違えましたね。後期の後にはとか言いましたけど、これ、後期、第、選択肢、第一分裂の後期にはって書いてますね。後期には、それぞれの細胞染色体が分離し、両極に移動する。これが合ってますね。すいません。さっき僕何を勘違いしたのかって感じですね。はい。第一分裂後期には、細胞染色体が分離していくと。ね。それ自分で言っときながら、ね、中期に赤道面に並んで、中期に赤道面に並んで、で、後期に分離していくと。同源体にね、合成子がひっついて、で、分離していくと。いうですね。さっき僕、何の感じがしたんでしょう。はい。ね、後期がこの状況。ね、これがずっと進んでいくんですね。はい。いい正解です。ごめんなさい。ね。はい。じゃあ次行きましょう。よいしょ。カッコ2までですね。はい、じゃあ次。と4番行きましょう。と4番、こちら側ですね。はい、と4番いきます。と4番、細胞分裂が起こるときに DNA の複製を行うと、そうですね。下線 A に示されている。下線 A、ちょっと読みに行きましょう。下線 A、皆さん、リード文のところね。増殖している動物の細胞核内で、核内では、ほどけた DNA のヌクレオチド差の塩基部分に、塩基部分を介して、それと相互的な塩基を持つヌクレオチドが結合すると。さらに、塩基間で結合したヌクレオチドは DNA ポリメラーゼの働きで連結されると。その結果、元の細胞にあったものと同じ配列の DNA が複製されるってですね。はい。まあ、これ書いてあること。ね。まあ、読んで、まあ、考えろというよりはね、この DNA の複製方法はどんな方法だったかなっていうことをね、まあ、知識で持ってるかどうかですね。半保存的複製ですね。半保存的複製。保存的複製。はい。ね。これどんなやったかなーって言ったらね、DNA もともとピュッピュッとありました。別に皆さん書かなくていいですよ。ピュッピュッとありました。で、こいつらがほどけていって、よいしょ。ほどけて、で、新しくね、これに対して新しいね、ヌクレオチド差が出る。で、こっち側にも対して新しいやつができると。はい。で、DNA には方向性がありましたね。DNA の方向性。まあ、例えばこっち側が、ね、こういう方向です。だったとしたら、この黄色の方向はどういう方向ですか？ね、どういう方向に向かって走っていくかなーって言ったらこっちですね。はい。逆平行になってるんでしたね。逆平行。ってことで、よいしょ。こんな感じですか？はい。全部方向のところな感じ。ね、どっちが頭で、どっちがお尻だったかなーって言ったら、こっち側が5-5、5プライムですね。で、こっち側が3プライムです。で、あとは別にいいですか、書かなくても。ね。こっち側、矢印の、この印っていうか、これがついてない方が5プライムで、この矢印がついてる方が3プライムですね。5-3ってね、高校でやりますね。はい。で、まあそんな感じで、DNA のところはちょっと復習しておくとして、で、次、カッコ2番は、下線 A の説明として、まあ、半保存的複製の説明ですけど、ね。それに関して、説明として、適切なものは丸、不適切なものにはバツを記入してくださいよっていう問題ですね。はい。じゃあ、行きましょう。A は DNA が複製されるときに、2本差が1本ずつに分離し、その片方だけが、新しく合成された、ね、鎖と一緒になり、1組の2本差を作るお菓子ですね。さっき書いてた2組なんですね。片方だけじゃなくて、両方の鎖が複製されて、2組の新しい DNA の、DNA 差ができるという感じになってました。ってことで、青はバツですね。はい、バツ。よいしょ。次は E です。E は、複製の際には、もともとある DNA の2本の鎖がそれぞれ E 型の役割をする。そうですね。さっき、それぞれ、一番最初に黄色のやつが2つに分かれて、
で、それを元にね、赤色の鎖ができてましたね。ということで、もともとあったやつが E 型として、ちゃんと機能してるんだよってことが分かるわけですね。ということで、E は丸ですね。はい。で、次、U。ウは新しく結合するヌクレオチドは細胞の中で合成される。ね、ヌクレオチドさ、ね、新しく作るときには、それは合成してましたね。合成してましたね、これね。ちゃんと合成してた。ね、ヌクレオチドさ、合成した。で、ヌクレオチドさっていうのはどんな風になってたか。ヌクレオチドさっていうのは、の基本単位は何だったかなって言ったら、それ今ここに問題文書いてあるヌクレオチドで。ヌクレオチドってね、まあこんな感じになってましたね。よいしょ。あと元気ですか。ね。この感じに書きましたけど、それぞれ何か分かりますかね。こんな絵、よく教科書に載ってるはずですけど、これまず、こいつは、よくね、P って書いてますけど、こいつ、ね、D さんですね、D にさん、P にさん、で、こいつは、もう D さん、次、こいつは、5担当とか言われるやつですけど、ね、今回は DNA の複製の話ですから、この5担当は、ね、デオキシリボースですね。ちょっと書くの面倒くさいので DR とか書かせてください。はい。デオキシリボース。で、あとは一番最後は、もうこれ DNA の中でね、一番大事なやつですね。DNA の中で、まあ、遺伝情報をね、司る一番大事なやつ。こいつ何かな、塩基ですね。塩基。DNA の塩基は4種類何でしたっけ ?DNA の塩基4種類。はい。ね、4種類何だったかなーっていうと、ATGC ですね。じゃあ、ついでにちょっと RNA も確認しておきましょう。RNA。RNA。RNA の塩基は何でしたっけ、ね、塩基は AUGC ですね。よいしょ。AUGC。で、ここの糖もね、RNA だったら変わりましたね。何でしたっけ、ね、さっき一瞬答え言いかけましたけどね。リボースですね。リボース。ね、これ、デオキシリボースだから DNA はデオキシリボ核酸ですね。で、RNA はここはリボースだからリボ核酸ですね。はい。まあ、その辺もささっと復習しておきましょう。で、あ、消しちゃった。で、こいつを、新しくね、生体内で合成して、ね、こいつを作るまだ別個に酵素があるんですね。こいつを作って、で、それをね、順番に、E 型となる鎖に相互的なやつをバババババと当てはめながら DNA を伸長していくんですね。ということで、こいつ、これを新しく合成するっていう丸ですね。まあ、風丸。次、DNA の中ではシトシンとアデニン、シトシンとアデニン、グアニンとチミンがそれぞれ相互的に結合する。これはおかしい話ですね。アデニンと、赤で書くのよくないですね。黄色で書きましょう。アデニンと、相互的に結合するのは何だったかなって言ったらチミンですね。はい。ちなみにどう覚えなくても別に覚えなくていいですけど、水素結合の本数は2個です。2個ね。2箇所です。水素結合の数は2箇所。よいしょ。で、グアニンとシトシンですね。もう1個は。グアニンとシトシン。ね。ここは水素結合の本数は3本ですね。よいしょ。ね。こうなってるというわけですね。はい。ということで、なんかね、問題は、シトシンとアデニン、グアニンとチミンがそれぞれ相互的に結合するとか書いてますけど、これ×ですね。はい。ね。よく教科書はね、A、G、T、C とかいうふうにね、順番書いてありますね。P、なんか、ね、覚えなくていいですよ。プリン塩基とか、ピリミジン塩基とか書いてますけど、あんなん覚える必要じゃないんですよ。そんなんどうでもいい。そんなんどうでもいい。もう科学やってる人には申し訳ないですけどね。科学がもしかしたら覚えないといけないかもしれないんで。ね。もう生物なんかそんなもんどうでもいい。どうでもいい。どうでもいいんで。とりあえずもうそんなもん、そんなんで覚えるんじゃなくて、ね。ATGC って覚えてね。はい。相互的にね、結合するやつ同士の組み合わせの順番で覚えましょう。ね。AT で、あと GC。ね。だから僕は ATGC、ATGC って授業で言っていきますからね。はい。他のね、攻略北大生物シリーズでも、ね、まあ、多分出てきたらそんな風に言ってますから。まあ、またね、一回それ見たことある人はね、ああ、またこいつこんなこと言ってるなと思いながらさーっと流してくれて結構です。はい。それではね、これで第一問終わりまして、第一問ね、まあ、簡単ですね。第一問、楽勝楽勝、楽勝、満点満点。ね。はい。満点つっていきましょう。はい。それではね、次、次の動画では第二問ね、の多分前半戦を解説していくのでね、次の動画へ行きましょう。